はい、こんにちは、ショタです。ポケットモンスターソードシールドのシングルアンクマッチやっていくんですけど、今回ね、今まで散々ね、受けループを苦しめてきた、忌まわしきパチンコドラゴンと歴史的和解をしようと思って、パチンコドラゴンが受けループに入ってきましたね。で、まあ、どういう趣旨でね、用意したかっていうのは、後々話していくとして、これはパチンコドラゴン結構選出していいと思ってるんだよね。通る相手が多いから、割と投げたくて、まあそうなると厄介なのはウーラオスとかになってくるかな。またカバルドンがね割ときついから、カバいじめれる駒も持ってきたいってなると、サンダー、神剣、パッチラゴンとかいいかな。ウーラオスに対して引けないな、ただこれだと。まあまあでもいいか。んー、ザプドスから入ってパチンコドラゴン、神剣。いや、うつろ初手で合わされると、いや、初手出てこないと思うけど、これで行きま。割と対面選出気味な感じかな、受け構築の中でも。ねえ、どういう趣旨で持ってきたかっていうと、パチンコドラゴン特性の張り切りは、運ゲーの、受けループがそもそも運ゲーになりがちなんだけど、そうね、なんか、張り切り運ゲーは僕は世界で一番嫌いなんで、使いたくないと思ってて、で、そうなると、特性がもう一個あって、蓄電なんですけど、蓄電だったら、ザプドスのボルチェンを、あれしながら、ゲーム作れんじゃねって思って、要はなんていうの、サンダーって電気の一貫切るのが難しい、その地面タイプがしょうもない環境だから、地面タイプでサンダー受けれるポケモンがいないから、その強いんだって、なら、パチンコドラゴンがいいんじゃないかなって思ったんですよね。ただ、パチンコドラゴンに対して投げられるカバルトンに対しては、やっぱ、あれなんだろうな、パチンコドラゴン C もうちょっと踏んなきゃダメだったのかな。エースでとりあえず使って、放射と流星群刺してるんだけど、相手も引いてくんのか。カバに引いてる、世界一うざい引きだな、これ。なんで、サンダーに対してカバルド引いてんだろう。こっち大ジェット、まあ押せないか、あの盤面じゃ。お、剣でいいね。神剣、最悪寝てもいいかな。カバルドンさえ処理できれば、パチンコドラゴン止まんないはずだから。あくびから来る。まあ、ここの、真正面の打ち合いはね、そんなに悪くないと思うけど。神剣、最悪寝てもいいね。まあ、サンダー投げて、身代わりから大ジェットをしていくってのがあるんだけど、相手裏にサンダーが残ってる以上、そのパターンで行くのはちょっと無理があるかなって思って。で、ここさえ削っちゃえば、最悪、パチンコドラゴンで、流星の圏内までカバルドン持ってけば、全然いいんだけど。持ち物何？アッキーやめてほしいけど。アッキー。まあまあまあ、でもまだいい方かな。ね、ここで投げるのはザプドスでいいかな。あと、地味にね、サンダーがステルスロックに強いから、厚底ブーツ持ってるおかげで、あんま困んないっていう良さがあるんだけど、これ怠けられるよな。そうだよな。それめんどくさいな。カバルドンをどう処理するか問題なんだけど、まあ神剣でリフブレ急所待っても全然いいけど、身代わりから入って大ジェットを押す。まあ身代わりからでいいか。これ多分ホエールないやつでしょ。ステロ、怠ける、あくび、地震とかじゃないかな。はいはいはい、これだいぶいじめれると思ってるけど、ここね、どうしよっかな。まあ、秋終わらせれるなら全然いいから。まあ、暴風押しとくか。ちょうど砂も晴れたし。うん、なんもできないよね。オッケー。ウロス、捨てに来たね、これ。当ててね。なんで当てないの。ここね、どうしよっかな。まあ、上から撃たれても放電でいいかな。いずれにせよ。早いやつではないみたいだね。
なら放電押したのが正解で、放電でまくれるから、それはよくて、まあ、ヒンノも美味しい。ここ動くなら変わんないね。な、これ、パチンコドラゴンより、さっきの試合、もうさ、3段にパチンコドラゴン投げて普通に負けたんだけどさ、どういうこと？これはもともと3段の方が早いから、この対面の放電麻痺は別にそんな関係なくて、で、まあ、ここ相手サンダーかな。うん。まあ、こっから技何持ってるかだけど。まあ、羽でいいかな。で、これでダイジェットにもケアが効いてるし、まあまあ、何してきてもって感じはあるけど。これ地味にあれだな、こっちのサンダーで粘り続ける感じになるな。カバルドン。これ、カバルドンもサンダーで倒してさ、パチンコドラゴンで、ラスト相手のサンダーだけ倒しても、なんか何も面白くないけど。どうしよう。まあ、これは身代わり安定だね。ホエールこれであるとかだったら結構すごいけど。ないよね、やっぱ。まあ、身代わり安定なんだよな。身代わっておいて。まあ一回は放電をしていいか。ただ、ここでダイマ切ってくれるのはでかいんじゃない？だいぶ。いやー、これバンギ投げてる方が安定するかな。なんか、こういうポケモンいたら強いんじゃねって思って考えてパチンコドラゴンを用意したときは、めちゃくちゃ強いと思ってウキウキしてたんだけど、思ったよりな感じはあるね、実は。どうだよなぁ。まあ、これはこっちも後ろから大魔切っていくしかないかな。スカーフ持ってさ、上から電撃くちばし打ってたら強いなって思ってたんだけどさ。サンダーダイジェットで速くなるから、電撃くちばし下からになっちゃうんだよなぁ。まあ、ウォールジェット、ウォール羽とかか、それか、ここパチンコドラゴン引きだな。ジェットでもいいや。最悪。ただ、火力のために張り切りにしてスカーフにすると、ボルチェンに後投げが効かないんだよね。逃げられちゃうから。結局電気の一環を切れないっていう。発砲塞がりだな。ジェット。で、しかもね、ジェットがね、こんな入るんですよね。パチンコなの。D がペラペラすぎて。全然話にならないっていう。タマサンダー強いなぁ。神剣は削れてないから、パチンコドラゴン吸ってるしかないよね。ジェット。これ、どうしよう。困ったことになったんだけど、普通に。めちゃくちゃ困ったけど。タマサンダーが強いな。案の定、てか、ナットレ出してほしかったんだけどな。出てこねえか。ダイマ行っとこうがいいな。ジェットで S 逆転して置かないと価値がないから。
いやー、これ、カバルドン。だから昔、受け駒でカバルドン考えた時に、パチンコドラゴンに対して当てたし、全然安定しないと思って、やめた経緯があるんだけどな。身代わりがある。こいつもじゃあ似た技構成のサンダーか。いや、ここ羽押さなかったら相手甘えじゃないのか。割れるよね、さすがに。相手 S2 ダウン、相手そんで控えめ弾でしょ、多分。3段階上がってんのか。こっちもジェット3回押さないと。上から羽とかできないから。苦しいね。これは下から羽をした方が強いのか、いや上から放電が入る方が強いか。ジェットもっか押して、相手は羽、これもしかして悲しいさTOD にならない。ナットレイとかウキウキで出てくる、ウツロイドとかね、ナットレイをまとめて引き殺せると思ってたんだけど全然役に立たなかったけど、パチンコドラゴン。和解は失敗だわ。二度と使わん。二度と使わんは言い過ぎたけど、そんなに強く、思ったほど強くはなかったね。放電押すけど。お互いプレッシャーなせいでさ、おっと？ひるむなよ、ガチで。オッケー。カバルドン、危機。ここ相手羽押せないでしょ。カバルドン引くしかないでしょ。羽から入るわ。そうだよね。ここ放電、こっち押して、殺したくなるところだもんね。もうね、いや、今まで幾度となく経験してるよ。考え、型を考えて、このポケモン強いんじゃないかと思って。考えてるうちはさ、強い理由ばっか見つかるから、ウキウキでさ、うおーって思ってんだけどさ、実際に使うと、信じらんないぐらい弱くて、泣きそうになるみたいな。これ身代わりで完封だね、こっから。オッケー。なんとか勝った。これでもサンダーが強いことだけだったわ。パチンコドラゴン活躍させたいね。せめて1回は。じゃ、もう一戦いきます。はい。じゃあ、そのまま続けて2戦目やっていくんですけど、これも投げていいんじゃない最近だとあんま見ないポケモンめっちゃいるよな。ヌメルゴン、ミトム、コーリッポ、ウルガオスとか。マイナー扱いなんかな。まあ、マイナーってほどのポケモンでもないか。これパチンコドラゴンでしょ。バンギでミトム無理だから、パチンコドラゴンで見たいんだよね。そうなると、ゲロイノがドリューズだから、まあ、無動とセットで投げる感じかな。で、無動のステロ絡めて、パチンコドラゴン通す動きが結構強そうで、認めに強えな、パチンコドラゴン。ってなると、ラスト、ウーラオス。ただ、ハチマキでなければ、いや、無動で。まあ、挑発があるとめんどくさいけど、まあまあまあ、みたいな感じか。どうすっかな、ラスト。誰がいいか。ドヒドイではまあまあまあ有力候補ではある。パチンコドラゴンから入っていいかな。で、無動に引くルートまで用意できてるから。ラストね。まあでもザップかな。強いのは。ハチマキの場合はでも無動一回は行動できるから。まあ最悪ステロマクか、プレス対面でぶち込むか。どっちかはできるね。ショッテがロットムから来る。これはパチンコドラゴンから入ったのは正解なんじゃない？めちゃくちゃ。ボルチェンがあるんだったらボルチェンを打ってくる。ないならすべき。だと思うけど。いやでも上から電口。スカーフ考えたらでも相手ここちゃんとすべきすると思うんだよな。まあすべきされてもいいか。引けるのって多分ドリューズぐらいで。あ、オッケー、上から通るなら。蓄電だからパワーちょっとしょぼい。あはは。オッケー、でも生きてる、これは。めちゃくちゃ。いや、ここ大番打ちて、大番打ちて、大番。めちゃくちゃ大番打ちたい。本当に、もう大番打ちたいけど、こういうとこはグッとこらえて、しっかりと、
ああ、そうそうそう、こういうね、ことが起きるから。ん？氷っぽって大丈夫か？いけるか？これ。待って待って、ね、このポケモン考えてなかったけどさ、いける？もしかしたら。やばくない？大丈夫？パッチラゴン、最速スカーフなんだけど、氷っぽのさ、ナイスな方ってさ、あ、これこっちの方が早いよ。ダイマ切れば相手こうなんとかできるけど、ここでダイマ使うんだったら、まあ裏が割とゲロック見えると思うけど、ダイマ切ってくるかな、おそらく。切ってないなら死ぬんじゃないの？おお、これ相手パチンコドラゴン舐めた選出 して、ちょ、や、一回ぐらい活躍してほしいと思ってたけど、一回は活躍してくれそうだね。ヌメルゴン。ヌメルンゴどうしよっかなぁ。D 硬くてうざいんだよな、結構。で、裏が、もうロトムって見えてるから、エアームドの役割がほぼないか。ここ無動引いていいかな。こっちのダイドラ軍考えると相手ダイマ切りたいんじゃないかなぁ。これダイマ切って殺さないと。と思ったけど、はい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 。こうやったらまあ、ダイドラグ撃ってばよかったけど、これプレスでいいね。ロトム出てきても死ぬし、ヌメルゴン単純にプレスで削れるのが、でかい。オッケー。なんとか動画としては格好になった。けど、これはちょっと打作に入るね。成功作ではありません。じゃあ、お疲れ様でした。